山形城は山形県山形市にある城です。最上義満によって1546年に築城され、最上氏の居城となった東北地方最大の平城であり、規模は姫路城に匹敵。江戸時代には山形城は最上氏の居城として存続したが、明治時代には廃城となりった。現在山形城の跡地は霞城公園として整備されている。城郭は三重の堀と土塁で囲まれており、周囲に矢倉や門が建てられている。本丸、二の丸、三の丸などの郭が配置されている。戦国時代には多くの戦に使用されたが、一度も落城することなく、最上氏の居城として存続した。山形市の中心部に位置し、周囲には山々や川が流れています。優れた軍事的構造と美しい景観で知られる城です。